ハワイ島、ノースコナチクサウスコナチクカイナ流のアロハ劇場、ホナウナウのプーホヌアをホナウナウ、国立歴史公園コナは、アメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島西部の地域。ハワイ島の商業中心地であるカイルアコナをはじめとして、ハワイ島の拠点となる地域である。ふわららい山沿いに広がるコナコーヒーベルトでは、コナコーヒーの生産が行われる。 ハワイ諸島の東端で最大の島である、ハワイ島の西海岸にあり、ケッペンの気候区分のステップ気候に分類される。中心都市のカイルアコナは、北緯19度39分0秒整形155度59分39秒、北緯19.6500度整形155.99417度、19.6500-155.99417に位置している。 ハワイ諸島に北東から南西へ吹く卓越風の風下にあるので同東の東海岸の広に比べて雨が少なく比較的乾燥している。19世紀から日系移民が存在したハワイ諸島であるが20世紀にはマウイ島がハワイ州の代名詞であった。対してハワイ島は観光地としての発展が遅かったため日本国内での知名度も低かったが 21世紀以降増加した日本人移住者やハワイ島へのロングステー滞在旅行が増加傾向にある。このような背景からハワイアン航空は羽田空港再国際化後にこの後東京都心部を直通便で結ぶ計画を日米双方に申請していたが2016年に新規割当て枠の就航認可を獲得した。深夜枠となる新規開設便は 東京国際空港ハワイ島、コナ国際空港線をワイドボディ機で結び、史上初めて日本からのハワイ島への大型機での直通国際便が実現することとなった。使用機材は2016年に受領する新造機 A330 から200型機を使用する。同社は2016年6月に A330 から200の22機目を受領し、12月から 羽田空港就航を毎週数便で開始した。続いて、数年直通便を中止していた日本航空が2017年9月より、毎日の飛行を、成田粉直通便を開始した。粉は、北のノースコナ地区と南のサウスコナ地区に分かれている。ノースコナ地区は、カイルナ粉が中心である。カイルアコナ粉は、人口約1万人の商業地で、ハワイで、島2番目の人口を持つ。 郊外には、コナ国際空港が置かれていて、ハワイコミュニティカレッジパラマヌイ港、ケアラケヘ高校も郊外にある。カイルナコナから、北方面は、フアラライ山の爆発による溶岩流れの後十分経ってから、20世紀後半になって、リゾート地として発展したもので、地域の名前はよく知られてないが、ハワイ州道19号線に沿って南から北へ、向かって、次の地域がある。 カラオア、編集、カラオアは、修道19号線を北上して、ホノのハ箱を、ハワイ州立自然エネルギー研究所を過ぎたところにある。ここには、コナ国際空港があり、海ニ道路によって、山側の修道19号線へつながっていて、ハワイコミュニティカレッジパラマルイ港園はこの道路から、入る。カウプレフ、編集、カウプレフには、フォーシーズンズホテルフアラライがあり、 有名なクキオビーチ海水浴場に隣接している。ハワイ島西側のリゾート地はこの後クキオ湾などを経て、南小原地区のアイコロアビーチ、プアコへと続いている。カイルアコナから、南方面は、19世紀より農業を中心として発展していて、主な町を北から南へ上げると、ケアウホー編集、ケアウホーは、ケアウホ湾に面した、アリー通り上の人口。 約2400人の町で、その土地の大部分を、ビショップエステートカメハメハスクールズが所有している。かつては、ハワイ人の主要居留地の一つであったため、いくつかの、ヘイヤウやクアモー墓地などが残されており、現在は大きなケアウホーショッピングセンター、シェラトンコナリゾートスパーケアウホーベーなどがあり、観光産業に重きを置く町へと変貌を遂げた。ホルアロア、 編集カイルアーンを見下ろす小高い丘にあり、ハワイ州道1 8十五線に沿ったホルアロアは、人口約6000人の街で、芸術家の住む街として知られる。メインストリートには、工芸品ショップやギャラリー、アートセンターなどポツポツと点在する。日系人が多めで、粉高の山大支持もある。ホナロ、編集山側の百八十号線が十一号線に合流するところに位置するホナロは、 人口、約2000人の町である。仏教寺院であるコナ大福寺がある。カイナリーブ、編集、カイナリウは、11号線沿いにある、小さな集落、アロハ劇場を要している。サウスコナ地区の主な町を、北から南へ上げると、ハワイ語で、神々の道を意味するケアラケクアは、人口約1650人の町。プルメリア、バナナ、パ,パイア、 ライチなどが群生し、ハワイらしい、たたずまいを見せる街として知られる。こなワイな高校がある。こな本願寺と付属プリスクールもここにある。人口約3200人のキャプテン・クックは、その名の通り、ハワイを発見した、イギリス人公会士、ジェームズ・クックから取られた街である。手付け数の自然を残す、ケアラケクア湾州立歴史公園や、クックが死んだとされるカーワロア工部の、 キャプテンクック記念碑などがある。人口約2400人のホナウナウは、プーホヌアをホナウナウ国立歴史公園を有する小さな町。古代ハワイ時代に廃山兵や非戦闘員の避難所となっていた道地は、ハワイ語で逃れの地を意味するプーホヌアと呼ばれるようになった。ホーケナは中国人移民たちによって発展を遂げた小さな村。 細い織り紐を意味するミロリーは、巨網の作成で成形を立てる職人たちが集う村で、ある。ありがとうございます。